はい、ジンチャンネルジンでございます。昨日ちょっとね動画で出させていただいたレアリティアップに関してもうちょっと深掘りしていこうと思っております。では参りましょうか。スタート。はい、ということで本日でゲーム開始で16日目となっております。ですね、いろんな知識がまだまだ覚えなくちゃいけないということもありますが、まあね、まず基本的なことを押さえていかなきゃいかん、うん、ということで昨日お話ししましたレアリティアップに関してなんですが、コメントがねまだまだ来ましたのでちょっと読まさせていただきますね。まず一人目はこちら、ポンと、ハルルゲーム実況さんから、またありがとうございます。いろいろとね、本当に犬のレアリティは星の数だけであって、星2の銀剣でも星5は星6にレアリティアップできますよと。うん、だけどその銀剣を星5までレアリティアップさせないといけないので、ただただめんどくさいだけですという感じに、ね、来ております。多分ハルルさんのおっしゃりたいことは、銀剣で星5は作れるけど、できることだったらこの金の方でまず星5を作って星6にアップした方が楽、もしくは星6まで行くんだったら、あの暗闇の方、もう一体の黒い色をしたこっち幻影の方で星6まで持っていって、作った方がお得なんじゃないかなという感じでしょうかね。あ、ただちょっとこれを見ていきますと、レアリティアップするのに星5まで行くのに4体なってますね、幻影、こちらの漆黒の方は。で、金色だと6体必要なの、こうなるとという感じもあるね。めんどくさいね、数が。その代わりこの漆黒の幻影は相当手に入んないでしょ、まだ自分1体しか持ってないもんね。多分ね、僕失敗して食わしちゃってる可能性あるんだよね。それともう1点、ちょっとギアス君からのコメントもありますので、そちらの方を読ませていただきます。レアリティアップに関してですが、レアリティアップさせたいキャラをレベルマックス、まずこれ条件、星4から星5に変えたいキャラクターを1つ上げると、星を1つ上げたい場合、そのキャラの星の数の分の餌を使います。あ、そういう測り方なの、もうマジで。ってことはこれレアリティアップは3か、分かった意味が。これさっきまで星今4の状態でレベル33じゃないですか。でここは強化するにあたっては6体になってるけど、これもしかしたらレベルマックスになったところでレアリティアップっていう画面が出てたら、これ4体になってるってことか。おお、ありがとう。そういうことか。なるへそ。だから今この漆黒の幻影に関してはレアリティアップという文面が出てて、ポチッと押すと4体、星4、つまり星5にしたければ、5体必要ということですよね。ああ、わかりやすい。ギアス君ありがとう。わかりやすい、わかりやすい。例えば星4から星5にするには、レアリティ上げたいキャラのレベルマックスにしてる状態で、プラス4、星4の餌4体のように、餌に関してはレベルに問わず星の数のみ気にしてもらえばいいかと。分かりにくかったらすいません。いやー、分かりました。なるほど、分かったよ。この強化の、かけるのとは違う。ここで強化みたいな6体必要みたいには見えるけど、そうではないということですね。あー、これは分かりやすいですよ、ギアス君。ありがとうございます。あと一つ、あと1点なんですけど、この銀色の幻影を育てる時に、例えばレアリティアップでこの雑魚、多分周回してる間にもらえるような雑魚を、まず星2の状態、つまり銀影も星2だから、星2のキャラが2体必要。まあこれちょっとレアリティアップしてしまいましょうか。うん、ポツとな。でしますと、1体多分星3の状態になっていると。で、まあレベルは21の状況、じゃあここから強化していく。で、
ちょっとね、話が前後するけど、これをですよ、星3から4に上げる時の素材っていうのを考えてくださいという、ちょっとね、あのツイッターからコメントをいただきました。ですね、実はですね、じゃあ星3って言ったらこの人たちのキャラクターになっちゃうじゃねえかっていう話になるんですが、よくよく考えてみると、この子たち、こういう雑魚兵たちをレベルいくつかな、最大レベル20か20まで持っていって、雑魚かける、雑魚かける、例えば雑魚2体が必要になってくるはず、この限界突破も。つまりこれすることによって星3になると。それをもう1体作って星3同士で、3体か、集める。そしたら、銀の犬を、レアリティアップさせて星4にするというやり方が一番、銀効率がいいんじゃないかと。もちろん、まあもう限界突破するような、限界突破って言い方があるか、例えば棒、まあ限界突破っていうのか、限界突破みたいにレベルの上限を上げる、キャラクターとかもういない、全部全キャラ終わっちゃったよっていう方々は、普通に1キャラのダブついてるものを、あの星3として一気にいきなり食わしちゃうっていうのも手だけど、僕のようなまだまだ初心者の人はこの幻影を星3で使っちゃうのはもったいないんで、まあこちらはしっかりと強化の方からレベル30までまず持っていく。そしたら意味のない雑魚を、星2から星3に上げてあげる。それを3体用意する。でこの銀影に食べさせる。で星、4にしていくという形で銀影くんは作っていくのがおすすめですよというコメントを私いただきました。なかなか長いコメントになりますが申し訳ない。ということで、多分レアリティアップに関してはこれで僕は、知識はもうほぼ 90% ぐらいは得たような気がいたしております。はい、すいません、もう一ネタなんですけど、ですね、こちらはちょっと自分的にコメントではまだ来ていませんが、新しい男女みたいのは3の S ファルス辺境というところ出てきました。異界の隙間というものなんですけど、入場制限が3分の3、つまり1日に3回しか入ることはできません。かなりスタミナを消費しますみたいな確か文言が出ていたんですが、これ40ですね、40もスタミナを減らすようなパターンになっております。これって毎日やっぱり回した方がいいんですかね。まあ1日3回しかクリアできないんだから特別なものがもらえるという形にはなっているんだと思いますけど、特殊素材、湾曲した牙、そして冷淡な凝視というものがもらえるようですね。これちなみに、先ほどご紹介したリアリティに、まあ、素材としてなりうるものを用意させていただきました。1匹はレベルマックスになっていない金色の犬ですね。で、もう一つは、スライム星2。うん、これを星3、レベル20にして、星3の、銀犬を餌にしますと。で、ですね、あとは、フレンド枠から1名。まあもしくは自分のマイキャラでも OK、 フレンド枠と、あとは自分の持ってる一番強いキャラクターをまあ先頭に置いて戦って周回してみようとちょっとやっております。まあ今たまたま変な新しい洞窟が出現していたのでやっていますが、どうだろうね、この編成で、あ、早い、経験値スライムもうちょっとで割るね。これで20いっちゃうんじゃない、ランク上がって今19ぐらいまで上がったね。うん、あ、スライム20、あ、いかないか、あ、やられるか、おー、ちょ、大丈夫。スコルペトラムというボスですね。そんなに驚異的じゃないね。うん、スライムでとどめ刺されたナイススライムまあこれで20になったと感じですね。レベルマックスになりましたね。で、金色が40までが結構遠いなという感じで、このゲームってよくよくそれを考えるとめちゃくちゃ周回していかなきゃいけないなっていうことを
身をもって感じました。スタミナこれめっちゃ強いわね。でそういう風に自分の手持ちのキャラを育てていくとなると安易に冒険が進められなくなってきちゃうね。ただ早いところ10の10まではクリアしに行こうかなとちょっと思っております。はい、ということで最後にもう一つあのお手紙を読ませていただきます。昨日のお手紙から、BIOKA さんから、いや、ポンコツかというね、また連絡が来ましたが、まあそうですよ。まだゲーム開始して16日目、わからない知識ばかりでね、本当に、半年前から続けてきた方たちは、もう他の動画配信者さんたちの多分知識とも得てるし、やりながらどん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 、覚えていっているかと思いますけど、まあそういう方から見たらお前何今更そんなレベルの話してるのっていう声が本当に聞こえてくるかと思いますけど、今ねちょうど来週もうあと数日でコラボも開始されますし、半年のハーフアニバーサリーやってる時期で、僕みたいな初心者の方でも入れるにはいいタイミング、リセマラもしやすいタイミングになっているので、そういう方がね結構ね自分の周りにも多かったので、まあ結局私も配信を、まあ、開始させてもらいつつ、思いのほか皆様からいろいろこう教えてくれる方が多かったので続けてはいますが、はっきり言ってね、僕はポンコツでございます。ポンコツ配信者ジンチャンネルでございます。そういう形でね、地名というか名前をね、覚えてくれたら非常にありがたいです。もっとね、こういった、お前何言ってんのっていうようなコメントがいっぱい来るかと僕は正直思ってました。前言うてみたら中途半端にお前やりやすの遅くねとかっていう話にも絶対ありますしね。あとはリセマラやっただけで復帰してきたじゃねえのかお前みたいな風に思われてもおかしくはないですけど、僕リセマラもしやって当時ゲーム配信された時にはアプリが、やってませんでしたし、そもそもエピックセブンの存在を知ったのがつい一月とか半月前ぐらいに、まあちょっと面白いのがあるっていうことを聞いてやり始めた感じなんで、もうほぼほぼね、いろんな情報が出回ってる状態でこんな基礎的なことをまず覚えていくっていうような配信者はほぼいないです。ほぼいないと思いますんで、まあちょっとね何言われてもしょうがないなっていうのはありますが、とりあえず日々続けて少しでも強くなっていこうかなと思っておりますんで、皆さんね、もしよかったらね、いろいろ教えてくださいということで、本日も最後に行ってみましょうか。召喚タイム無料でございます。こちら、制約。あ、待ちたな。いけ。なんか、ね、すこないかな。はい、来ないね。無残。よいしょ。あ、でも、ダブリのものではないね。よし、行きましょう。ドン。あ、いや。骸骨です。死神の変換。とにかく専用ではないね。職業柄のね。自身の生命力が 50% 未満になる攻撃を受けたとき、ダメージが 10% ダウン。ダメージダウンは効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。まあ、減らしてくれるってことね。はあ、はあははあ、そんな悪くないような気もするね。もしかしたらね。はい、ということで本日もここにしたいと思います。もしよかったらグチョブチャンネル登録していってください。皆さん本当コメントありがとうございました。また引き続きいろんなことを教えてください。では皆さんバイバイ、ありがとうございました。